今日は筋トレを行うことで得られるメリットについてお話をしてみたいと思います。はい。僕はこれまで、筋トレというものは30年以上続けてきていて、まあ、ジムに入会したのは20歳の時なので、まあ、29年前になるんですけど、まあ、それぐらい長く筋トレというものを続けてきてます。まあ、それだけ長く続けてきたことに対してね、メリットの部分をすごい感じていて、まあ、それが自分の理想にマッチしてたから続けられてきたというかね、うん、トレーニング自体は楽しいんじゃないですか。まあそういうのもあるし、うん、でそのいろいろなメリットについて今日はね、うん、お話をしてみたいと思うんですけど、うん、まあ、僕の中でパッと思いついただけで一応10個ありましたので、うん、まあ、今日はねそれをご紹介します。まあ、それを、お話しすることで、まあ、今筋トレを続けていてね、まあ、その10個挙げた中でまだ感じてないっていうふうに思われる方は今後続けることで共感していただける方もいるかもしれないですし、まあ、まだこれからトレーニングをねやってなくて始めてみようと思う方にとっては、まあ、そういういいことがあるのねっていう、春だしね、新しいことを始める、まあ、季節的にはね、そうそうそう、筋トレを始めるにはすごいいい季節っていうのもありまして、うん、はい、まあ、そういういいことがあるんだなというふうに思っていただけたら嬉しいなという思いもありますので、はい、ということで10個のメリットをご紹介していきます。はい。じゃあまず1つ目なんですけど、これは筋トレを始めた瞬間から感じられることかなと思うんですけど、自分が変われる気がするというその気分的なところが、まあ、最初のメリットかなと思います。やっぱりこう自分がなりたいもの、なりたい姿だったり、まあ、僕だと映画とかアニメのキャラクターに憧れてとかね、そういう部分もあったんですけど、このまま過ごしていくとなるであろう自分とは違う自分になれるっていうさ、なんかその扉を開けたみたいな気分になれるじゃん。やろうって決めた、うん、そのやった瞬間からさ、その扉って開けられる、開け、うん、そうだね、開かれると思うから、うん、し、あとまあ今までここまでね続けてきて、うん、僕はその最初に取り組んだその筋トレの第一歩っていうのは、うん、始めてよかったなって、うん、もう心から思ってるので、うん、っていう感じで、まあその心持ちが、そのスイッチが切り替われるっていうかね、で実際その違う自分になれるっていうところがまず最初のメリットかなと思います。はい。で2つ目のメリットが、そうやって続けていくことで、パートレオデスからスタートしたんですけど、その回数が伸びてったりとか、成長が分かってる、ね、そう、まあ、できない種目ができるようになるとかっていうところで、今言った、まあ、成長できる、もう物理的に自分が進化していくというか、まあ、それが本当メリットになると思います。次3つ目のメリットが、まあ、それによって筋肉がついたっていう、うん、まあ、体が変わる、見た目が変わるっていうところが、まあ、メリットになります。僕だと一番最初自分の体の変化に気づいたのは、僕もともとめっちゃ痩せ型で、ね、高校1年生の時とかはもうここに肋骨が浮くぐらい、鏡見るとガリガリ、そう、あの肋骨のこうペラペラじゃん、段差が見えるというか、うん、で腕立て伏せを毎日続けていて、ある日気づいたらその肋骨が消えててね、で真ん中にちょっとこう谷間ができてる、うん、でもその時ってさ、栄養のことは何も考えてないでしょ。考えてない。それでもやっぱつくんだね、やれば。もうそれはつくと思う、ある程度はね、うん、そうで栄養ちゃんと取らなきゃつきませんとかって言うよ、よく。あ、まあもちろんその何、全くのマイナスカロリーだったら、うん、つかないかもしれないんだけど、だから、まあ、まあそれでも、だから逆を言えば栄養を取った上でやったらもっといい感じ、ね、そう、それはあるね、うん、まあ、そういう意味で僕は栄養は最初は全然気にせず残念だったね、もったいないと思う、ね、まあ、今は思うとね、うん、まあ、ただそういう失敗っていうのは成長のもとになるわけだからさ、まあ、そうだね、うん、でその やんないととりあえずそれが失敗っていうのも分かんなかったりするから、だから僕は一応その効率は悪かったですけど、毎日筋トレをすることで、まあ、効果っていうのは出てて、で、まあ、ボディビルを、その本格的に始めるようになって、食事の大切さを学んで、まあ、食事を変えることでまたそこから加速的に体って変わってたんですけど、それによって、ああそれまでのやり方っていうのは効率悪かったんだなっていう、ね、まあ、学びになったので、うん、だから間違いは決して、うん、悪いことではないと。失敗は成功、ね、そうとね、まさにその通りだと思います、うん、はい、ということで、まあ、そうやって自分の体が変わることはすごい大きなメリットかなと思います。はい。で、次4つ目なんですけど、その見た目が変わることによって自信がつくっていうのも大きなメリットかなと
思います、まあ、自己肯定感が上がるっていうんですかね、自分がこれまでできなかったことができたとか、まあ、自分が理想とするものにも求めてね筋トレって始めるんですけど、そこにこう近づけたとかね、まあ、いろんなその自分なりの、その達成できた感覚っていうのがあると思うんですけど、それは確実に自分の自信につながりますから、まあ、ただそこに行くとね、またそれより上の存在っていうのに気づいたりとかして、例えばベンチプレス100キロ目標にしてやってさ、100キロ上がったと思ったら周りには110キロ上げてる人がいるとかね、まあ、もっと上の存在に気づいたりするので、まあ、まあそれはでも自分がそこのレベルまで引き上がったっていう証拠でもあると思いますから、まあ、そうやって、自分の目標をクリアするとまたさらにこう次の目標が出てくるっていうところが、まあ、筋トレの僕は醍醐味かなと思っていて、まあ、そうやってねこう 目標を更新していくことで自分もさらに成長できる、まあ、その段階的なねこう目標達成によって、どんどん自信がついていくっていう部分はあるかなというふうに思っていて、まあ、それも大きなメリットかなというふうに思います。はい、はい、で、まあ、それによってまあ、次5つ目のメリットなんですけど、自分のコンプレックスを解消してくれるっていうのも体感できるかなって思うんですけど、僕の場合だと、まあ、さっき言ったみたいにね肋骨が浮くぐらいガリガリでしたし、まあ、体も小さかったので、まあ、どっちかっていうとあのいじめられる方というかね、あのいじられるキャラクターだったんですけど、まあ、筋トレ始めてあの、まあ、体がある程度筋肉ついてきて、まあ、それに応じて背も、まあ、今ぐらいまで伸びてきたんですけど、そしたら、ね、やっぱり周りからするとそんな小さい方ではないですから、まあ、どっちかっていうとねあの筋トレしてない人からしたら、まあ、ごついとまでは言えないけど、まあ、今でいう細マッチョみたいな体にはなって、でそうすると本当ね周りから何も言われなくなるというか、ちょっかい出されるとかそういうことは一切なくなって、まあ、だからその体の小ささに対してのコンプレックスっていうのはなくなりましたね、まあ、そういうのを感じてたってことすら忘れちゃうぐらい自分の中から、まあ、消去されたというか筋トレを続けることでねその当時感じたコンプレックスを解消できたというメリットをね感じられてました。はい、はい、じゃあ次、6つ目のメリットで、まあこれは筋トレを続けて、まあ、だいぶ経ってからかもしれないですけど、まあ、本当コツコツと続けることをやってきて、その大切さっていうのを学びました、だからまあコツコツマインドっていうかな、まあ、それがすごい養われたかなって思いますし、まあ、それってあの他の分野においてもすごい役立ってるかなって思います。もともとそういう立ち位置があるよね。いやでもねそれはやっぱりものによる、本当だってこれまで続けられてない全然三日坊主で終わっちゃったものもあるし、まあ、唯一あのロードバイクは続いてるんだけど、まあ、でもこれも体を鍛えるっていう部分では結構筋トレに近い部分もあるので、要するに運動が好きってことだね。そうだね、体を鍛える、まあ、自分にこう負荷をかけてそれを乗り越えていくのが好き、まあ、それで自分の成長を感じられれば、まあ、達成感というのはあると思うんで、まあ、ただそのためにコツコツ続けていくことが必要で、それを実際継続していくっていうマインドは筋トレで確実に養われたと思ってます、だからあの一昨年腱板断裂の手術して、そこからこうリハビリしていく時も、あの本当段階的にこう、ね、リハビリをまあ、コツコツやってて、ね、結構先生にもあの、ね、理学療法士の先生にもね、褒められてまあそれは本当、筋トレと同じ感覚と思って、続けてました、ということで、まあ、そういうコツコツマインドが養われたっていうのは、大きなメリットだと思います、はい、じゃあ、7つ目かな、の、メリット、まあ、さっきのちょっと自信がついたに似てるかもしれないですけど、まあ、成功体験を味わえる、っていうメリットです。自分の体が変わったとか、そう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 、いろんなその成功の捉え方ってあると思うんですけど、まずその筋トレを始めたっていうところで、そのね、さっきも言ったけど違う自分になれたっていう成功体験だと僕は思ってるんですけど、であと、例えばね、ウルタデッセ
限界を目指してやるぞって言って限界までできたらそれもできたっていう成功体験だし、でそこから回数が伸びていく、で体が変わっていく、継続できる、そうそうそう、全部成功体験だね。うん、だ僕だとそこからね、そのボディビル競技に出会って、うん、あの減量して、舞台に立ったとかね、うん、あと、まあ、それを続けていくことで、タイトルが取れたとか、うんうん、まあまあ数え上げるとキリがないぐらいいろんなこう成功体験を積むことができたなと思ってますので、もちろんそれなりはさっきも言ったようにね、こううまくいかないことだったり失敗したのね、感じることっていっぱいあるんですけど、まあでもそれを改善していくことを、まあ行うことでね、自分が成長できましたし、その試行錯誤っていうのも筋トレの本当醍醐味というふうに思っていたけど、やっぱやっていく中でさ、停滞期みたいな人も結構いると思う。ああ、それはあるね。そういう時ってさ、うん、なんか全然重りも上がっていかないしさ、うん、ずっと毎日毎日更新するのは無理じゃん。うん。うん、まあ、そういう部分ではね、僕だとそのコンスタントに大会出てるでしょ、うんうん、だから増量と減量を繰り返してるから、メリハリあるか。うん、あの減量に入るとその重さっていう部分では伸びなくなるじゃん、うん、ああ、そかそか。だけど体仕上がっていくから、うん、その自分のにとっての成功っていうのがその体を仕上げることにフォーカスするっていう風に切り替わるのね、うんうん、オフだと何またボンボンボンって上がってるの。だって減量末期でさ、体仕上がった状態で、まあ、そうね、あのまた増量に切り替えてとなると、もう見る見る力って戻っていくし、うん、まあ伸びていくんで、毎回トレーニングやるたんびに上がっていくっていうのは、それは、うん、楽しいね。じゃあ選手の方が楽しそうだね。まあそこは、大変だけどね。そう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 。それに伴ういろんな犠牲っていうのもあるから、まあ、ただその大会に出るっていう、自分にとっての課題を課すっていうのも、その僕にとってはね、すごい、さっきの成長じゃないですか。そうそうそう、本当それを感じられる挑戦だというふうには思っていて、うん、だからまあ本当大会出てみようかなって少しでもね、あの思ってる方は、ぜひ、うん、一度挑戦してみてくださいって僕は言いたいですね。もう違う本当視野が広がるというか、きっとそうだろうね、うん、僕も初めて大会出る時、うん、まあ、大会出るって決めたのは結構軽いノリというか、まあ師匠に大会出てみるかって言われて、すぐ出たよね、やりかけて何ヶ月、1年、うん、5? 1年後に減量入るぐらいかな。ああ、そっか。で1年半後に出るぐらいの感じだったんだけど、うん、だから本当右も左も分からずっていう感じで大会出て、もう本当頭真っ白になりながら必死にポーズ取って、で結果が6位だったのね、うんうん、まあ、そういう結果が出たっていうのも自分にとっては、あ、そうか、6位までもらえるか、うん、うん、あの10位までかな、が入賞だったんだけど、そうそうそう、ちょうどいい順位だったね、ある程度その結果が出てるし、まだ上には上がいるっていう、うん、モチベーションがと一番上がりやすいそうそうそう、うん、でその舞台に上がったっていう達成感も感じられたし、うんうん、その減量から解放された、その解放感も、もう格別だったしね。前にも言ったけど、帰りの、ね、道中ココイチによって食べたカレーはもうめちゃくちゃ美味しくてまあそれは本当いろんな人に言うんだけどね、初めて減量して終わった後の、まあ、最初に食べるものっていうのはめちゃくちゃ美味しいですよ。もう人生で味わったことがない、うん、美味しさを感じるんで、ぜひそれを目指して頑張ってくださいっていう感じでいつも言うんですけど、うん、はい、ってことで、何だったっけ何だったっけ成長の話だった、うん、あ、成功体験ね、成功体験、そういう成功体験をいろんなね、味わえる、うん、そう、味わえるというのがメリットだというふうに思ってます、うん、はい、はい、じゃあ次、8つ目のメリット、これはあの出会いのきっかけになったっていうふうに、うん、まあ、僕はメリットとして思ってるんですけど、筋トレを始めることで出会えた方たちっていうのが、うんうん、僕の周りにはたくさんいて、まあ M さんもそうですし、うんうん、今だとね、大会とかも定期的に出てるんで、うん、まあ、大会でしか会えない方たちっていうのもいっぱいいて、うん、まあ、その方たちに会えるのを楽しみに大会出るっていうのもあったりするんですけど、うんうん、まあ、あとはジム、ね、会員さんだったりとか、うん、まあ、本当あの筋トレをきっかけに、まあ、僕にとってはすごい貴重な出会いとなったというふうに思っています、うん、まあ、
家でやってる方はあんまりその出会いっていうのはないかもしれないんですけど、ただまあリアルに出会う以外に、例えばね家で筋トレ始めました、でそれで動画を見るようになって、その動画の発信者との出会いみたいなのが、まあネットを通じた出会いっていうのも今の時代だとねあると思いますので、それによってねその人の考え方がこう上書きされて、自分のその価値観が変わるとかっていうのもあると思うし、そういうそのねリアルな出会いだったり、オンライン上の出会いだったり、そういうきっかけで、あの人生にプラスになるっていうメリットっていうのは絶対あると思いますから、まあ、僕自身は本当それもすごい感じてます。はい、じゃあ、次9つ目のメリット、これはあの僕の年齢でっていうのもあるかもしれないんですけど、アンチエイジングという部分で若く見られるんでね、すごいメリットを感じてます、あのアンチエイジングを狙って筋トレを始めたわけでもないし続けてるわけでもないんだけど、まあ、結果的にそうなってるかなって思います。まあ、それは見た目もそうなんだけど、体力的にも例えばね僕と同じ年齢の平均的な体力として比べたらどうかって言ったらさ、絶対ね体力年齢も若いわけだし、そうだね、っていう部分でその人の年齢なら本来ねこのぐらいっていう、まあ、いろんなものに対してこう若返ることはできるというふうにね、思っていて、まあ、それはね大きなメリットじゃないかなって思います。関係性変えないもんね。変えないね。変えない。あとこれは最近話題になっていることで、マイオカインっていうね、あの筋肉から出てる物質によって、本当その物理的にっていうか体の中から若返るっていう効果は実際筋トレであるんですよ。マイオカインって若返りホルモンとも言われていて、まあ、筋肉からこう分泌される物質で、なんか今はね数百種類こう見つかってるんだけど、筋トレすると出るんですよ。筋トレってかね、筋肉から出てるから、だから筋肉が増えたり筋肉を使ったりするとその出る量が増えるんだって、だから筋トレやれば分泌量が増える。で、まあ、それが若返りの役にする、若返る効果もあったり、あとはその病気を予防する効果っていうのもあったりして、あとこれは先日アップした動画でも話してるんですけど、イリシンっていうマイオカインがあって、それは脂肪細胞を白色脂肪細胞から褐色脂肪細胞と同じ働きを持つベージュ細胞っていうのにね、変えるっていう効果もあったりして、まだ脂肪が落ちやすくなる。あと海馬に働いてその認知機能がの、まあ、認知機能の低下が防げるっていう効果があったりとかっていうのもあったりする。要するにいいことばっかりってことね。そう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 、マイオカインは本当にいいことだらけ、でそのマイオカインが筋トレをやることで分泌が高まるので、まあ、そういった部分もねアンチエイジングに効果がある理由になってると思いますから、これはね何歳から始めてもそういう効果っていうのは出るわけなので、だからねいつからでも始めればそれなりの効果があると、まあ、それは本当筋トレの、メリットとして大きいかなというふうに思います。で最後10個目のメリットなんですけど、まあ、これは今まで話してきた内容にもう入っちゃってるかもしれないですけど、まあ、単純に楽しいっていうね、最初から楽しかったわけじゃないけど、続けることでより楽しくなってった部分はあるかなって、まあ、効果が出ればやっぱりそれがね楽しさになるし、だからその実際上手だからさ今はだよ、今は最初の頃は決して上手じゃないしさ、だけどだから楽しくなってくるわけじゃんね、より筋肉のことも分かって、さっき活性化とかそういうことが分かれば分かるほど楽しくなるじゃんね。でまあ、それにその筋トレを続けることに対してすごい、まあ、勉強したし、教えてもらったりとか、ある意味その自分に負荷をかけてきた部分ってあるんだけど、まあ、その何て言うんだろう、こう下積みがあるから今楽しく続けられてるっていうのは確かにあるかなって思ってます。でじゃあやってることはどうかっていうと、まあ傷さだったり、苦しさっていうのは感じてるので。そのやってる最中は楽しくはないかもしれないんですけど、遊んでるとはまたちょっと違うね。そう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 、ただそのやってる最中っていうのはすごい集中してるんで、例えば周りで BGM が流れててもセットに入っちゃったら聞こえてないし、聞こえないし、なんかねそういう集中して取り組んでる瞬間っていうのはなんかね頭の中でこう思考が切り替えられて、僕の中ではすごいそれがねストレス発散になってるかなっていうのも感じるんですね。
あとはそれによってあのメンタルがすごいこう健康的でいられるっていうのもメリットかなと思います、うん、思考がポジティブになるっていうよね、まあ、それはね、さっき の自信がついた成功体験っていう積み重ねで絶対ポジティブにはなると思うし、まあ、そこはね、あのマイオカインの効果もあるかもしれないしまあまあそれを総称すると僕の中では楽しいっていうねメリットだというふうに思ってます。はい、はい、ってことで10個の、メリットを、まあ、完全に個人的な見解としてご紹介させていただきました。まあ、でも皆さんはいくつ当てはまったでしょうあの当てはまるとこってあるでしょう。あったよ、うん、ね、うん、あったし、なんかこれから続けていくことで多分また新たに感じられることもあると思うし、あとね、この10個以外にも、うん、あのメリットを感じている方、それはぜひコメント欄に、はい、教えていただければと思います。本当、うん、筋トレは何歳からでも始められるし、うん、まあ、何歳になっても続けられる障害、うん、スポーツ、まあ、障害ホビーというかっていうふうに僕は思っていますけど、うんうん、あの人生を豊かにするというか、まあ、QOL を高めるためのね、あのきっかけとして、まあ、筋トレを続けるという方、まあ、これから始めようと思っている方にとって、モチベーションが上がるお話になれたら嬉しいなと思います。はい、はい、ということで、今日も最後までご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。